その八畳の部屋こそ死刑執行のための部屋である。すでに準備が整えられ、本日の死刑執行人を命ぜられた3人の職員が待機している。しかしすでに白布をかけられた死刑囚はその部屋の様子を見ることはできない。仏間から見ると、死刑執行の部屋の中央右手手前に縦4尺横 3.6 尺の踏み板があり、その上に甲状がぶら下がっている。甲状は天井の滑車を通って右手手前の壁の隅に止められている。死刑囚は誘導されて踏み板に近づく。建物全体の中で仏間と死刑執行の部屋だけに敷いてあるエビ茶色の絨毯こそは死刑囚が最後に感じる地球である。その間に検察官、所長、その他の人々は仏間を出て右手に通じる廊下を行き、死刑執行の部屋の正面に並べられた折りたため式の椅子に座る。そこから死刑執行の部屋の地下に通じる17段の階段があるのであり、人々はその階段の上の空間を中に挟んで死刑執行の部屋の覗き窓越しに踏み板の上に立たされた死刑囚を見るのである。踏み板の上に立たされた死刑囚は直ちに一人の死刑執行人によって両足の膝を布で縛られ、もう一人の死刑執行人によって甲状を首にかけられる。甲状は鉄管の部分が首の後部に当たるように、かつ甲状と首との間に隙間がないように密着させてかけられるのである。踏み板を落とすためには予備のためにハンドルが設けられているが、普通はボタンを押すことで行われる。ファン課長の確認式により第三の死刑執行人がボタンを押す。踏み板は死刑囚の前面に向かって外れ、死刑囚がぶら下がる。死刑囚がぶら下がる地下室は9尺の高さがあり、死刑囚の足が床上1尺ぐらいのところへ来るようにあらかじめ甲状の長さが調節されている。